ばんは、たつにです。こんばんは、ゆみねです。まあ、ずっとこの約1ヶ月、うん、各地を回って土佐回りですか。土佐回りようやく一段落がついたんだけど、うん、もうここのクライマックスは、うん、広島行って、うん、宮崎行って、うん、その間に、うん、これ東京だったんだけどさ、はいはい、ウエルシアってドラッグストアしてるでしょ、うんうんうん、業界ナンバーワンなんだって。え、そうなの、うん、松清じゃないの。松清の上なんだよ。そうなんだ。なんかドラッグ業界ってさ、うん、こう合併合併がすごいから知らない間にどんどん店舗が増えてくんだろうけどさ、うん、まあ、業界ナンバーワンと言われているウエルシアという、ね、ドラッグストアの組合で、うんうんうん、勉強会をやらせていただきました。はい。まあでもこの1ヶ月いろんなとこ回ってきたけどさ、うん、どうでしたか。いや本当にみんな一生懸命考えてくれる若い子がたくさんいて、うん、これね、うん、ちゃんと伝えれば、うん、もっと大きなね、うん、まあ、いわゆるムーブメントが、うん、起きますかというふうに思うよ。まあ、先週さ、うん、有本嘉代子さんね、はい、お亡くなりになったじゃない、はい、テレビでも報道されてたけどさ、その家族の人たちはもう当然時間がないというのはみんなもまあ分かってるけど、うん、ああいう事態になってもさ、うん、政府がなんか特別こうガーッとなるような雰囲気はないじゃない。ない、ね、報道はされ安倍さんのそう痛恨の極みで締めくくられてなんだそれって感じだよな、うん、そういう意味じゃやっぱり国民の皆さんが、うんうん、そういうね自らのことと思ってさ、うん、自分たちに置き換えたら同じ目に遭うよ、ほらね。そうですよね。でまあそんな話をさせてもらったんだけどね、うんうんうん、まあ本当暑い子が広島もいたしさ、うん、もう宮崎もいたしさ、うん、そのウェルシアの皆さんもさ、うん、もうヘビーリスナーになってくるよ多分本当聞いてるかなじゃあいろんなね今ほら、うん、世の中マスクとか大変じゃない。そうだよ。そんな話をねマスク事情とかそうそうお店ならではの話があってさ、うん、今ちょっと工作してるからいろいろ、うん、いや聞きたいその辺そうねそれで、まあ、締めくくりの締めくくりでさ宮崎で勉強会やった後に、はい、なんとね、うん、拉致被害者救出ミッションをみんなでやろう見たあれな見たすごい楽しそうだったじゃん楽しそう何あれ迷彩来ちゃってさ楽しそうだったね。真剣なんだ真剣いやいやいや達人なのにんまりした顔がさそうこの人は何しに行ったんだろうと思いましたよ。大事なお前勉強会だよなんかね面白かった。へーじゃないへーじゃないあのね、ラジガショーで取り返すためにこう、ねうん、やろうっつって言ったらさ、うん、一人その抗議を受けてたやつがね、うんうんうん、北朝鮮に攻め込むより、うん、日本でこれやった方がいいんじゃないですか。そうだね官邸とか大丈夫そう言ったやつがいて大笑いしたんだけどということでねまだまだいけるよ、うん、この国は。そうですね、うん、頑張ろうそれでは今日も参りましょう。はい、タツニーユミネの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに秋田コミュニティ放送鶴ヶ FM ハーバーステーション米子だらず FM FM 出雲をネットしてお送りします。さて今日の北海番外地だ、はい、今日は、うん、なんとだよ、はい、待望の、うん、待ちに待った、うん、ユミネが、はい、会いたくて会いたくて、はい、会いたくて泣きたくなる夜なんでそこでよし行くとなのよ本当にもということでラジオも初登場ね、はい、今度の共同公開収録も初登場になる、はい、大和くんを迎えします。はい。それでは、読んでみよう。はい。
ヤマトさん。はい。ああ、本物。俺が呼ぼうと思ったの今。だって呼びたかったんだもん。あ、そう？はい。まあ、俺がヤマトさんってのも変だもんな。そうだよね。達人今日いなくてもいいよ。弓兵の俺がやらなきゃ誰がやるなの。だってヤマトさんいるし。ご無沙汰です。どうも。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。私は初めましてです。そうだね。どうも。お話しするのは。いや、曲はかけてるからね。ヤマトの歌声はよく知ってるしね。あとちょっとメッセンジャーでやり取りはさせていただいて。あ、そう。会話は交わしてんのか。そうなんですよ。まだ会ったことがないんで。はい。声で喋るのも初めて。そうなの。あ、そうか。そうです。あ、でも、なんかあのこっちはほらラジオで声は聞かせていただいてるんで全く違和感はないですけど。そうだね、いい声でしょ。うん、素敵。いい声なんだよ。思ってた通りでした。僕と会ったのは何年前だろう。あれもう多分もう 4,5 年にはなるんでしょ。なるよね、多分。はい。我がチーム潮風のサネちゃんがさ、うん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 、主催するサネさんね、うん、最高ジャパンのライブに、うん、俺はね喋りに行ったんだよね、うんうんうん、それでそこに出ていたのが、うん、なんとアルファベットでヤマトと書いてる男がいたんだな、うんうんうん、ギター一本で、うんうん、それがまたね、うん、ジャンル不明の歌を歌うんだよ。うーん、あれね、終わった後にね、うん、そうですね、ね、ジャンル何って聞いちゃったの、うん、そうですね、うん、でも全然なんだろう、いらない、そんなジャンルなんて。そうね、もう日本の音楽シーンって結構難しいからさ、うん、なんか何こうなんかこう決めなくてもいいと思います。そうだよね、はい、というのがあるかなと思うんだけど、うん、はい、まあ、このヤマトというミュージシャンが出来上がるにあたってはさ、うん、完全にポコッと生まれてきたわけじゃなくて、うん、聞きたいそこ、ね、うん、そもそも何、若き日 の、 その青春時代、うんうん、高校生とかその頃はやってたの。佐渡にいたんですよね。あ、そうそう、うん、そうなんですよ、あの、うん、もうあの二十数件ぐらいしかないあの佐渡の、うん、最後まであの佐渡の一周道路がこうつかなかったぐらい、もう陸の孤島みたいなところで生まれ育ってるので、うん、お、佐渡島出身で、まあ、うん、で歌が好きなところにたまたまあの小学校6年生の時にあの新任の教師が赴任してきて、そこに遊びに行くと、うん、エレキギターとクラシックギターが置いてあって、お、歌好きな自分のところに人生にこういきなりギターがとんでもない兵器にギターが飛び込んできたんですよ。その衝撃がやっぱりもう大きかったんでしょうね。稲妻が走ったわけだ。それからもう勉強どころか、まあ、ギター中心の生活に、うんうんうん、中学校高校はもうだからギターはもう好きな歌をコピーしながら、うん、ギター中心の生活を送ってましたね。あ、ほんと、ね、じゃあもうギター一本で海に向かって歌ってたわけだ。あ、いいね。まあ、夏の夜になればもうギター持って砂浜行ってみたいな、水平線のイサリビを見ながらみたいな感じですね。あ、そう。モテモテだったでしょう。いやいや、もうそう、人がいませんから。そうか、そうか、モテる人がいないのか。あ、そうか。俺はちなみにモテモテだったけど、ね、ごめんごめん、聞いてない聞いてない。なそれで学校ロッカーの上に座って、聞いてない聞いてない。ヤマトさんの話聞きたいの。達人はいい。あ、そう、うんうんうん。それでだ、その後はどう出ていくわけ、うん、そのミュージシャンヤマトとして。ここはまあ進学で大学、うん、まあ、勉強しまして、うん、で、ただまあ、やっぱり上京して、今と違って、なんかそんなにこう、ネットで情報がある時代でも全然なかったので、まあそうだよね、昔はね。音楽家となんか、ちょっと全くほとんどやっぱりしなくなって、うん、その4年終わったら、今度は中国に3年間留学。中国？中国？そうなんです。え、なんで中国なの？うん、中国はなんか大学時代にアメリカを見た時にほとんどなんか何も感じなかったんですけど、うん、その後タイに行った時に、おうおう、なんかフレンドリーなタイ人のあのフレンドリーさになんかすごいなんか感動して、うん、とにかくアジアへ無償に出てみたくなって、うん、アジアといってもまあいろいろあるんで、まあそれがタイじゃなくて、まあ、たまたま、まあ自分の知り合いが絶対これから中国が面白くなっていくはずだから、うん、中国なんかに出てみるのもいいんじゃないかと。ああ、そういう時代だよな。じゃあもう中国語ペラペラ。直後
でしたから、うんうんうん、だからまだ社会主義が色濃く残っているような中国、貴重な中国を見させてもらいましたよね、そういう意味では。ああ、そうだよね、貴重かもしれないね、今からそう思えばね。でその3年間のうちの後半1年半ぐらいが、うん、あの語学留学から今度ほぼ音楽留学に変わってしまったみたいな。へなんか時間ができたんで、まあ、とにかくまたギターをなんかやっと、まあ、いいギターなんてなかったんですけど、うん、おもちゃみたいなギターを手に入れて、うん、でなんか後半の3年のうちの後半1年半はそこでオリジナル曲をちょっと初めて作るような感じになって、今度じゃあ万里の長城を眺めながら作ってたわけ、うんうんあの北京の方じゃなかったの、南の方の広州というところ。あ、広州か。中華料理がうまそうだな食べ物はやっぱり中国の中では一番美味しいねえ、言うもんね、うんうんうん、そうなんだよね。でまあ当時そうなんです、アルバイトでいわゆる日本の駐在員の子供たちが通う、あの今で言えばもう日本人学校で400人ぐらいになってるんですけど、うん、当時はまだあの20人もいなかったので、うん、あの日本語補習校っていうことでアメリカンスクールに昼間通って、日本人の児童生徒が、まあ、ホテルで我々がアルバイトで日本の文部省のカリキュラムを教えるっていうバイトをしてたんですね。そういうご縁で当時の、まあ、当時はまだ日本語補習校でしたけど、その時のまあ校歌を自分が作ったものが、うん、まあ、今も正式なあの校歌で歌い継がれて、すごいね、今はもう400人ぐらいの児童生徒がもう今、あ、向こうで。そうなんですよね。はぁ、すごい。当時作ったのが多分40曲ぐらいなんですかね。おーおーなんかで、まあ、その中の1曲としてまあ校歌があったという。あ、じゃあ創作活動は結構じゃあやってたんだね。中国で留学、そうです。で、まあ、日本に帰って、うん、もうとにかく中国3、まあ、留学3年なんですけど、うん、その時にまだ本当はもう1年ぐらいいようかというつもりでいたんですけど、うん、とにかくなんか無償に音楽活動がしたくなって、うん、途中で留学を切り上げて音楽活動する気満々で日本に帰国したんですよ、うん、そしたらところがあのそしたら自分がまあやりたかったいわゆるあのアコースティックギターにものすごいこだわってたので、うん、帰ってきたら、あの、いわゆる軒並みにそういうアコースティックギターが、まあ、市場から消えて、うんうん、あのイカ線がブームで、あの、完全にバンドブームの日本の音楽シーンに完全に変わってまして、うん、自分が出る幕はもうないな、みたいな感じで、まあ、意気消沈して、そのまま、音楽活動はもう10年以上それからストップしてしまうみたいな感じですね、なんか。いや、でも、それからその10年間っていうか、悶々としなかったわけ。学習塾の、そのまま学習、まあ子供たちに教えることに目覚めて、学習塾の講師を、そうかそうかそうか。5、6年やったんですけど、うん、そしたら、まあやっぱり自分なりにこう、教える、本当の学力ってこれでいいのみたいな、やっぱり疑問点が自分の中で、まあ芽生えてきて、うんうん、もうちょっと、まあ性格的にダメなんですよ。そういう風になってくると、もうごまかしてやってられないタイプなので、一旦もう、違う世界に出ようと思って、一般企業のサラリーマンも3年やったんですけど、うん、なんか最強戦で虎ノ門まで、もう朝のラッシュにもう割れながら、3年間、やった3年でもう、ギブアップで、このまま俺サラリーマンを一生絶対無理だっていう風のが来てしまって、うん、それもサラリーマンまあ一応3年で辞めて、うん、でまあ脱サラして4年ぐらいですかね、ちょっと自分でちょっと商売的にやって動いてみるんですけど、商売も自分はもう向いてないっていうこともまあその時に自分でもうよく分かって、ああなるほど。そういう中で、こう、なんか音楽にチャレンジするタイミングがなんかこう来たんですよね。なんか自分の中で。もう。踏み切るタイミングが。これはギターしかないと。まあ、やっぱり自分がいろいろ、自分の中でこう、自分の人生のいろんなものをこう考えたときに、これ全部満たせるものはこれ、音楽しかないなっていうところに結局行き着いたんですよね。うんうん。まあその一つが、まあやっぱりふるさとっていうのがものすごくこう自分にのしかかってきてて、うん、まあ観光の島の佐渡島がこんなに今、衰退していってる、まあ現実を目の当たりにしながら、うん、何かふるさとに恩返しをしたいっていう思いとか、うん、あとなんか自分の人生でこうちっちゃく終わりたくないっていうのがすごくあったので、なんかもう社会貢献できる何かとか、いろんな要素を結局
兼ね揃えたものって何かっていうこう言った時にもう自分には音楽しか残ってないなところに行き着いたんですよ。なるほど。それも何の保証もなかったんですけど、うん、でもやったこともなかったライブハウスのオーディションを受けるところから、うん、まあ、あの出発したみたいな。いや、それでこう地道にライブしながら、まあ食うのも大変だったと思うけど、はい、ライブやってて兆しが出るんだよね、こうやっていけるみたいな。ああ、や、なんかやっぱりそこは冷静に見ないといけない部分もあって、うん、まあ、と今聞けばもう恥ずかしいようなレベルで歌ってたし、なんかまあ荒削りではあったんですけど、でもやっぱりなんか帰ってくるお客さん、聞いてくれたお客さんからの反応みたいなもので、うん、ああ、なんとかやっていけばいけるのかなみたいな、うん、まあ、手応えも感じつつ、うん、いて、で、まあ、でも3年でもう、年齢も年齢だったの、3年で結果が出なければ、もう辞めるつもりでいたので、うん、まあ、ただまあ、3年半ぐらいしたときに、コロンビアの方から、こう、スカウトされたんだ。出せる話を、CD を出せる話をもらったので、うん、まあ、それで、まあ、一応プロとして、うん、まあ、言ってみれば、まあ、認めてもらったみたいな。はぁ、で、デビューするわけだ。そうですね、CD は出したんですけど、ただやっぱり今レコード会社も力がないので、うん、別に出したからといって宣伝してもらえるわけでも何でもなく、うんうんうん、ただ流通に乗っけたっていうだけで、結局自分がもう歌って売り上げるしかないみたいな感じ、うん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 、なんかバカバカしいなと、うん、今 CD も自分で作れる時代になってて、なんかこれじゃなんか、まあね、意味ないなと思って、うん、まあ一応でもプロとしての肩書きがこれでもらえたんで、まあいいやという、うんうん、でそこからもう自分でセルフプロモーションで自分の好きなように決まりやってきてるんです、ね、いや、でもさ、なんかいろんな、うん、こう例えば震災のボランティアみたいなで歌ったり、うん、そういう活動までいろいろやってるじゃない、うん、やっぱりなんか社会貢献をっていうのをやっぱ一つの自分のやっぱり考えにあったので、うん、そういう面ではそういうことをテーマに歌って、こうなんかボランティア、なんかそういう貢献できるんであればもうやっぱ本望というか、うん、そういうのもまああったので、うんうん、まあ自分のテーマに沿ったご縁がまあそうやってできて、そういう活動させてもらってる感じですよね。ああ、なるほど。素晴らしいね。うん、いや、そこはね、すごく男気を感じたとこだよね。うん、本当にそうだね、うん。うん。歌にも現れてるもん。そうだよね。うん。うん、そうすると、じゃあそういうところに行って、本当手売りで CD 売ったりするような状況なんだ、やっぱり。そうですね。うん、やっぱり、実際聞いてもらって、その場でやっぱり感動した人が、まあ、CD 買ってくれるみたいな。うん、まあ、でもやっぱり CD ももう今、売れる時代でもないので、うん、ね、なかなか、厳しい面でもありますけど。うん、確かに本当そう。まあ、そうなんだけどね。うん、でもやっぱなんか自分の表現するっていうか、その自分のやりたいことをその曲に込めてさ、うん、歌ってる、はい、まあいわゆる魂のある曲っていうの、うん、それがなんか大和っぽいかなと思うんだよね、うんうん、そうですね、商業的な音楽ではできない表現を多分して、うん、活動してる。ただやっぱりそれにちゃんと響いてくれる人がやっぱりいるので。いや、そうなんだよね、うん、そういう人に向けて歌っていけばいいのかなとは思っていますね、うん、僕もだからその最初に会った時に聞いてさ、うん、もうその後にすぐ、うん、せっかくだからその僕がやってるこの北朝鮮のね、うん、に関わる拉致被害者の人たちのためにちょっと曲作ってくんないかって頼んだわけよ。それがあの曲なんですね。そう、それが愛しき人よ、もう一度というね。うーん、あの当時を振り返ってさ、まあ僕がそういう話をしたのに、うん、その後どんな心境でこう制作に入ったのかな。そう、やっぱり自分の中でも、うん、ずっとやっぱりああいうメディアなんかから流れるいろんな情報とかをやっぱ聞きながら、うんうん、まあ横田さんなんかやっぱりずっと前面出て活動されたりもしてましたけど、うん、やっぱり自分の中にこうずしっとくるのは何十年も自分の子供の帰りを待ち続ける、やっぱ親御さんの、うんうんうん、執念っていうか愛情っていうか、うん、よく諦めずにここまでの執念を持ってこう、活動し続け、呼びかけがこうやってずっと続けられてきてるなっていう、やっぱその母親、まあ母親、父親、その親御さんのその愛情っていうか、うん、ああいうのを見たときに、
なんかやっぱりすごいなっていうか、親の愛情、うん、あれやっぱ自分の中にすごくやっぱり、ああいうの放送、メディアの放送なんか見るたびにやっぱり自分の中にすごくこうずしっと来てたので、うん、まあ、やっぱりその親御さんが、まあ、拉致された子供たちへの思いをまあ表現できる歌ができればいいなっていうのがやっぱり ありましたね。あ、なるほど。まあ、まして同郷にはね、曽我ひとみさんという ね拉致被害者がいてね、はい、うん、あとあの民謡保存会には、あの佐渡の民謡保存会にはあの本間勝さん、そうね、田口英子さんのね、いらっしゃったりして、うん、なんか身近に接点がやっぱあったんですけど、そうだよね、まあ、村尾さんと出会わなければ本当に特にそこにまたさらに踏み込んでこうなんか設定持つようなことは多分なかったと思うんですけど、うん、今もうだからこの愛しき人よもう一度はライブではもうレギュラーになってる、今もう欠かさずまあ歌ってますね。あ、本当に、はい、うん、でやっぱり反響が大きい曲にはなってますね、聴いていただいた皆さんからの、いい曲だもん ねやっぱ心揺さぶるしね。そうです。いや実はね、今度ね3月7日、はい、山形のね障害学習センター遊学館というところで、ふるさとの風潮風共同公開収録をやるんだよ、うん、そこに、はい、大和が初出演してもらうことになりました、はい、やったー、はい、ありがとうございます、ね、お世話になります。ご一緒できる山形でライブやったことあんの？いや山形は実はまだ大学時代の後輩とか、うん、知り合いとかも、あと結構有名な佐渡にもいたことがある芸術家のアーティストの方が住んでたりするんですけど、来い来いって言われながら、なかなか行けてなかったんですよ。あ、そう、うん、ね。だからちょっと声をかけて、うん、行きますような声なんか案内をちょっとしようとは思ってます。ああ、そうだね。ぜひぜひそういう人にも。まあ多分ね、拉致問題に触れることもなかったかもしれないしね、うん、うん、ぜひ来てもらいたいな、うん、まあそこでこの愛しき人よもう一度生で歌ってもらうということになってる、ご一緒できるのが本当に嬉しいです。私はなんかさ、はい、にやけてる、はい、そうでしょ、そうにやけてる、会いたくて会いたくて、ゆみねえさんのコーラスですか？おバックでやりましょうか。バックでいやコーラスじゃなくて、ね、愛の手、そうお囃子とかね。これ近々それで何東京でもライブがあるって言ったけど、あ、そうですよね、今月2月の21日の、うん、金曜日の、うん、夜の、うん、7時から、うん、19時から、うん、赤坂の、うん、ブルームーンというライブハウスで、うん、自分の曲って本当にジャンルわからないって言われるぐらい、ちょっとまあいろんな感じのものがあるんですけど、自分のあの曲のロックだけを抽出して、おロックライブを一応その日にやる。ヤマトの別の一面が見れるわけだ。もう本当に熱い曲ばかりを集めて。へー。赤坂ブルームーン。うん、はい。19時からね。はい。19時から。赤坂駅から徒歩1分くらいですよ。徒歩1分。はい。ね。じゃあそれもみんなね、ヤマタファンは違う一面が見れるから、うんね、自分でも実はロック歌ってる時が一番なんかしっくりくるの、しっくり、ね、しっくり一番しっくりくるんですね。あ、そう、結構バラードとか落ち着いた曲、うん、年配の方も多いんでそういう曲もかなり多いんですけど、あ、そうだよね、実は自分で歌ってて一番なんかこうしっくりくるのがロックなんですよね、うん、あまあ俺もロックで世界を変えようと思ってたからさ、もう達人はいいからもう大和さんの話が聞きたい。あ、そう、じゃあ最後にさ、うん、愛しき人よもう一度紹介してもらおうよ。そうですね、うん、はい、お願いします。はい、大和で愛しき人よもう一度。それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。彼方にあなたのぬくもり今も探して
Thank you.
夏姉ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の俺がやらなきゃ誰がやる、はい、今日はまずあの訃報を伝えなければなりません、はい、我がヤクルトスワローズを3度日本一に導いた、はい、大監督だな、うん、野村克也さんがお亡くなりになってしまいました。うーんねー、今年はねスワローズはアイディ野球をもう一度みたいなね、そう高津になってね、うん、見てもらいたかった。あせめてな、うん、そのキャンプでもねちょうど、うん、まあ、俺宮崎に行ってたからねキャンプたくさんこうやっててね、ですよね、学級なんかね、うん、来てこういろいろやってるニュースたくさんやってたけど、うん、まあちょっと残念すぎるね。叱咤激励してもらいたかったね、うん、もう去年のさあのスワローズの OB 戦でね、うんうんうん、出てきたわけだよ、うん、そうしたらもうさ歩けなくてさもう小川監督とかさ、うん、こうもうみんな持ってるわけ、うん、それでこうバッターボックス入ってさ、うん、スイングするんだけどさ、うん、まあ、だいぶおじいちゃんになっちゃってね。そうですね、まあ、私も去年お見かけした時にもう車椅子でした、うん、やっぱそうだよな、まあ、歩けないもんな。うん、まあ母ちゃんが亡くなるとよくあるって言うけどさ、そう男の人は特にね。そうだったのかな。いやもうあの解説が聞けないのがもうとっても残念。そうね、いろんな名言を残されたじゃないですか。本当よ、ね、俺も Facebook でも必ずフォローしてるもん、うんね、うん、そうですよね。そうそう、あれは本当教訓というかさ、うん、自分に対する教訓とか、うん、こういろんなものを教えてくれるし、そうです本当にそう、うん、まああんだけ弱かったスワローズをだよ、うん、まあそこまで強くしてくれた、うん、理論というかさ、うん、思いというか、うん、こう自分はまあ常にこうトップにはなれないみたいなさ、うん、それをこう何クソ魂でさ、うん、打ち破っていく、うん、あれはすごいよ ね、 ね、それがまたほら口だけじゃなくてこう理論がすごいじゃない。そうですね、野球の、うん、まさに野球だよね、うんうん、あれは本当勉強されて、野球は本当にのめり込むというか好きになる、うん、本当に大きな影響を受けたねやっぱね、うんうん、スワローズもそうだし、うん、まあ、楽天に行ってからマー君だってそうだよね、ね、うん、いや阪神だってそうじゃな、うん、そうなんかさ、うん、まあ、どちらかといえば、まあ、これも亡くなられた星野監督みたいなさ、はいはい、ああいうタイプっていうのはこういけーみたいなね、うん、それでこういろんなチームで誘われてさ同じようにやっぱ阪神とか楽天とかもさやってるけど、うん、別の意味で野村さんっていうのは、うん、やっぱ同じような扱いを受けるわけじゃん、うん、ただ派手じゃなくてさ、うん、どちらかといえば味方によりはちょっと陰湿っぽいみたいなね、うん、月見そうですから、そうそうそういうね、うん、イメージがあるけど、うん、野球を見てるとやっぱ面白いね、うん、いろんな面白さがある、うん、まあ奇襲作戦だったりとかさ、うん、まあ本当にこう気さくに飛んでいたし、うんうん、かといってその王道もしっかりとやるというかさ、うん、もう野村さんの話したらもう終わっちゃうよこれでな。本当だね、うん、まあ、さっきもちょっと言ったけどさ、うん、宮崎はもうキャンプが始まって、うん、ちょっと見れなかったんですか。そう見れなかった、ちょっと時間がなくてさ寄れなかったんだけど、うんうんうん、広島ヤクルト巨人でしょ、うん、それからソフトバンク、うん、ライオンズ、うん、オリックス、うん、楽天、うん、すごいよ ね、 ね、宮崎って本当だね、うん、あったかかったもんやっぱ。あそうですか、うん、俺が行ったんでもやっぱ昼間はね、うん、15度ぐらいずっとあんだよね。うーん、それはもういい環境ですよね。そうそう、やっぱね野球のキャンプやるだけのことはあるよね、うんうんうん、すごい。そうですね、混んでるわけ、みんなキャンプ見に来るから。そうだよね、うん、すごい。で、うん、空港なんかもさ、うん、各チームのこうグッズが売ってたり、うん、それぞれファンの人たちがさもうみんな応援グッズしょってさ、うん、こういろんなチームの人が見てたよ、うん、いっぱい、うん、飛行機も満タンだったし、駅とかもね。そうよ、ね、かわいいんだよね、よく見ますよね、うんうんうん、カープの駅なんか真っ赤だったりね。そう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 、ライオンズの駅もさ、うん、すごい西部色になってて、うんうん、
駅にさ、うん、野球盤みたいにこうね、下に床に書いてあったね。すごくねみんな工夫して、うん、なんつうの、そういうところにも見に来てほしいファンの人に、うん、でキャンプってさこう近いじゃない、うん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 、選手とさ、ね、触れ合いがあって行ってみたいな。本当ね、いや時間があったら本当に寄りたかったんだけどね、うんうんうん、まあ、ちょっとダメで残念でしたけど、そうですか、うんうん、まあいいとこ行ったよね、うん、早く始まんないかな野球な本当も今からなんかワクワクして、その ねこうちょっと一旦が見えてよかったよ。うーん、いいないいな、ね、うん、でさ、はい、でさ野球もいいんですけど、この前ほらフィギュア、あーやってたね、はい、うん、4大陸、うん、あのなんとなんと羽生くんが、うん、スーパースラム達成しました。スーパースラムっていうのはさ、うん、どういうことなの。あ、スーパースラムというのは国際大会で主要国際大会を全制覇したっていうことなんですけど、うんうん、まずはオリンピック、オリンピックね、うんうん、世界選手権、世界選手権で今回の4大陸と、うん、4大陸、あとグランプリファイナル、グランプリファイナル、うん、とジュニアグランプリファイナル、あ、ジュニアもあんだ、うん、まあ、要はそこからずっと勝って記録を残しとかないと、そうです、でもこのスーパースラムってのはできないってことなんだ、うん、そうです。はあ、男子では初です、うん、あ、そう、誰も、え、世界で初、はい、はい、やっぱすごいんだな。女性はいますよ。あ、女性いるんだ、はい、うん、なんと、うん、女性は、うん、キムヨナと、あ、キムヨナな、うんうん、ザギトワです。あ、ザギトワ、そうなのよ、犬にアホな名前つけただけのことある、もうほらあ、そう、うーん、へえ、そうなんですよ。あ、そうなんだ、うんうんうん、それで何、今回のその優勝、うん、優勝したんだよな。優勝したよ。その何、うん、演技はどうだったっけ。演技はね、うん、まあ最高でしたね。あ、そう、はい、あの、今回、うん、突然というか途中でやろうとしてたプログラムを変えるんですけど、うん、ほら、なんかあったわけ。陰陽師の生命って、あ、あのオリンピックで優勝したやつあるじゃないですか。あるある、結構前だよな。そうそうそう、あれはねもう一度やったのよ。あ、そう、フリーで。へー、それなんかもともと違うやつをやる予定だったんだけど、うん、それをやるっていうので、うん、あのみんなはファンの人はあれが一番いいと。あ、そんなに、うん、ファンの中ではその伝説の演技なんだあれ。そうですね。で、私もあのコスチュームがさ、やっぱそろり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 とかやってんの。そう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 、そうだよな。そう、ちょっと待って、面白いレパートリー増えたね。そう。あ、そう。そうそうそう。はー、うん、でもね、なんとね、最初の4回転ルッツがちょっとバランスをね崩しちゃうの。あ、なるほど。うん、それで。あって思うんだけど、うん、やっぱりここで起点が効くんですよね。いろいろこう高得点なものを、うん、あの出してくるんですよ。それも3回転アクセルから、うん、まあ、まあトリプルアクセルね、うん、からトリプルフリップに助走なく入る、うん、っていうので、まあ、出来高、基礎点と出来高点っていうのがあって、うん、基礎点はまああって、その出来高点で結構点数をもらえて、フリーも優勝できるという。なんかさ、うん、基本的なことだけどさ、うん、ルッツとかさ、うん、サルッコとかさサルッコだよ。サルッコじゃないよ、サルコです。そうか、可愛いけどねサルコ、うん、あの何、こうかかとから飛ぶとかさ、うん、いろいろあるんじゃない、うん、ある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 、あれ見てても全然わかんないね。あー、そうですかね。やってるとか見てる人は分かんのかな、うん、あれな。そうだよね、見てくるとだいぶ分かってきますよ。あ、そういうことなんだ、うん、そうです。だから違いが分かんないけ、こう、うん、飛んでくるくる回るけど、うん、あのもう一瞬にして解説ではさ、なんとかルッツとかさ、うん、ね、言うじゃない、うん、なんだろうなっていつも思って、うん、まあでもちゃんとプログラムもあるんで、そこでこれが出るっていうのは分かってるわけだ、最初に、うん、そう、でも飛べないからこれに変えたとか、それもありなんだ。ありですね。やっぱり一回失敗したら起点を聞かせてこうするっていうのが、うんうん、やっぱり上手なのは羽生くんとその木平梨花ちゃん、うん、おー、うん、木平梨花ちゃんも出たの。もう優勝しました。あ、マジか。はい、女子もすごい。じゃあそのうちまた行くんじゃね、スーパー
グランドスラム、うん、いやどうかな、ロシアがねいるから ね今回はねいなかったんだけど、 あのね男性の3位がね鍵山くんって、あのお父さんが、お父さんも確か、うん、お父さん今コーチですけど、お父さんも、うん、フィギュア選手、あそうの鍵山くんって、あの可愛らしい子がいるんですけど、うん、この子も堂々の3位、あそう、はい、4回転も飛んだし、なんかいろいろやっぱ出てくるな、うん、高さのあるいいジャンプを飛びましたね、まあ、そうな、まあ、うん、羽生君を脅かすようなのがどんどんやっぱ出てこないと、そうね、そうね、これはダメだからな、うん、そうです、そうです。でやっぱりあの韓国でやったんで、うん、韓国の、まあ、キムヨナの後継者って呼ばれてる子がいてね、お、うん、んもう最近出てきたんですよ、ユ・ヨンちゃんっていう子がね、うん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 、でその子はあの木平梨花ちゃんと同じ浜田コーチ、うん、浜田コーチっていうのは、うん、あの織田信成くんが、うん、何、なんか言っちゃったやつ、はい、モラハラだとか言って、あの訴える訴えないで、うん、ちょっと揉めたじゃないですか、あ、そのあのコーチが浜田先生です。はー、うん、でもね、その浜田先生について、まあ、木平梨花ちゃんは優勝、うん、でユヨンちゃんは2位でした。あ、そう、はい、まあ、まあ、そもそもあの織田信成とかちょっとなんかあれダメそうな顔だもんな、弱っちいよね、うん、そうそう、弱そう、打たれ弱そうだから、うん、そう、なんかすぐ泣いちゃいそうだしね、うん、なんかね、そうやっぱ反発心がある子たちは多分すごく強くなって、うんうん、そう思ったらちょっと織田信長大丈夫だったのちょっと大丈夫かなってすっごい思っちゃうかな、そうな、うん、今どっかのチャンネルであの暗殺される、うん、殺されるドラマやってんけどな大丈夫かしら、まあ、そうだよね、うん、その血引いてんのに、うん、ねえ、うん、ちょっと血引いてるとは思えないぐらいのそうだな、うん、女子はね、だから4位もあの樋口若葉ちゃんって、おうおう、ちょっと年上のお姉さんですけど、22歳の、うんうん、でもトリプルアクセル綺麗に飛んで、うん、でもまあ4位でした。あ、そう、で坂本香織ちゃんっていう、うん、あの目の細い子、あ、はいはいはい、あの子は5位でしたね。うーん、うん、まあでもすごいな、スーパースラム、うん、そう、さすがですよ、男子生が初めてか、うん、さすがです、うん、また怒られちゃうからこれ中でやめよう。なんでとっても綺麗でしたよ、やっぱり、そう、うん、落ち着いて見れるし、うーん、もうタツニーはダメだもんね、何よその男の人のその綺麗さみたいのをね、俺はだから高橋大輔は好きだよ、あ、うんうん、大ちゃんはね、うん、大ちゃんの本当にあいつはさ、ね、うん、男っぽいくせにセクシーだろ、うん、色っぽかった、なの、うん、まあ言ってみれば俺のタイプだよな、ちょっと何男っぽいくせにセクシーはいや、それは大ちゃんのことだもん、ね、あのお後がよろしいよそうですね、うん、ということで今日は、まあ、ちょっとねスポーツのね悲しい話から、はい、最後はスーパースラムの話をしてみました。はい、初音ゆみねえの俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日の家族の絆だ、はい、今日は、はい、最近のほら宮崎行ったから、うん、宮崎関連の人をご紹介しようかなと思うね、はい、で最初にご紹介するのは、うん、1988年だね、はい、昭和63年、うん、宮崎県の大淀川という、はい、大淀川って川があるんだけどさ、うん、はいはい、まあ、その河口先ね、うんうんうん、でまあ、船でいなくなっちゃうっていうね、林田さんっていう方と水井さんという方が2人で船でプレジャーボートで出かけていなくなっちゃってるんだけど、うん、その、まあ、息子さん、はい、ご長男の水井徹さんという方が呼びかけてるメッセージをまず聞いていただきます。はい、水井徹です。水井明の長男です。父さん、あれから時間が経ちまして、祖父母、母親である幸子、弟の清忠氏、全員もう亡くなりました。私一人です。ぜひ生きているんであれば何らかの連絡をください。待ってます。よろしくお願いします、という呼びかけなんだけどね。うーん、まあ、そのお友達の林田さんという人と船で出かけて、はい、まあ、当時は
ベタなぎでさ、うん、まあ、遭難するような、うん、まあ、海の状況じゃなかった、うん、でまあ、海保とかもいろいろ探したんだけど何も出ずさ、はい、まあ、当然船だからさ、うん、無線も持ってるだろうし、はい、まあ、そういうところから連絡も入ってないと、うん、ただね一つ気になるのは、はい、その時期に不審船と見られる船が目撃されてるわけ。宮崎県というのはさ、はい、その新岩巣という有名な工作員、ね、はいはいはい、が、うん、大阪から連れ出している原忠明さんという方を、うんうんうん、宮崎のさ、まあ、最も有名な海岸と言ってもいいかな、うん、青島海岸という、うん、まあ、リゾート海岸だよね、はい、そこから北朝鮮に連れて行ったってことが分かっていて、うん、船がさ、はい、まあ、言ってみりゃ宮崎県と太平洋側じゃない、うん、でもそこまで来てたことはもう間違いないわけ。うん、だからもう水井さんのこのケースでも、うん、そういう船が目撃されてもおかしくないし、うん、もしかするとそういうのに遭遇しちゃったとかさ、うん、いう可能性もあるだろうし、はい、まあ、真相は本当にわからないんだけど、うん、一つ言えるのはその太平洋側だから大丈夫とかいう、うん、関係ないんです ね意識をみんな持ってる人多いと思うんだよね、うん、北朝鮮の拉致って日本海側だけみたいなさ、うん、そういう意識があるんだけど、はい、まあ、実際はそうやって太平洋側にも工作船が来ていて、うん、まあ、人が連れ出されていると拉致されているというのがまあ分かるね、はい、うん、ことなんだよね、はい、で今日はもう一人岩本美代子さんという方が、はい、いなくなってるんだけど、うん、まあ、その方のおじさんと、はい、同級生が呼びかけているメッセージをまず聞いてもらいます、はい、松のおじさんだよ、お前元気でよりも本当頑張って必ず迎え来るからね、頑張って生き続けてくれよ。つながり組です。菊池佳代子です。今井英子です。レイちゃんは今日は仕事で来てません。ミオちゃんが絶対生きてるって信じてるから頑張ってね。待ってます。必ず顔を見たいから元気で頑張るように。いつまでも待ってます。必ず帰ってきてください。諦めないからね、頑張ってね、という呼びかけなんだね。うん、まあ、岩本さんというのは、はい、1995年、うん、平成に入ってからのね、平成7年に失踪してるんだけど、うん、おいくつで当時はね、36歳、はい、うんうんうん、で海岸なんだ、やっぱこれも石崎浜っていう海岸で、はい、ここもまあ顔の加工があってね、うん、でね、この場所にはまた一つ特徴的なのがあって、はい、KDDI ってさ あるでしょ、はい、それの電波塔がね、はい、立ってんのよ、うん、まあ、まあ、調べてみるとその海底ケーブルから引っ張ってきたやつをそこで拾うという、そういう役割を持ってるらしいんだけど、はい、その電波塔の、が目印になるんだね、うん、なるほどね。これね、沖からねこう調査したことがあるわけ、うん、何を目標物に入ってくるんだろう、うんうんうん、もうそれがねこうビーン立ってるわけよ。だからもう沖からも一目瞭然、うん、おまけに川の河口があって、うん、まあ、そこに岩本さんの車が置いてあったわけ、うん、でまあその当時男性とこうどっかデートに行くっていう話だったんだけど、はい、まあ、目的地が変わったり、はい、いろいろしていて、うん、最後に車だけそこに残ってるっていうね、まあ、これまでもあったでしょ、うん、車だけ残してっていう、うん、まあ、そういうのがあってさ、うん、まあ、実際そこから連れ出されたかどうかわからないけど、うん、本人がそこまで持ってったかどうかわからないけどね、もしかすると、うん、あの誰かがそこへ運転して、うん、ただまあどう考えてもね、目標物があって川の河口があるっていうのは、うん、北朝鮮が出入りをしていたとしてもおかしくないような場所なんだよね、うんうん、同級生の方々はあれですね、なんかその当時に戻ったみたいな感じで、本当だよね、可愛らしいね、もう おいくつかしらって思われますけど、ね、でもね、うん、なんかこうその当時に戻った感じでお話しされてて、もし本当に聞いてたらね、うん、嬉しいんじゃないかなって思うけど、いやそうだと思うよ、やっぱりその別れたら最後のさ、うん、姿っていうかね、そうですよね、うん、その当時の一緒に遊んでたさ、うん、仲間だからね、うん、その時の雰囲気でやっぱ話してるんだよね、うん、あれもね、うん、まあ、全国にやっぱ多いんだよね、その同級生が立ち上がって、うん、はい、まあ、それこそめぐみちゃんのさ、うん、そうですよ ね新潟の池田くんなんかもそうだし、うん、本当にね、同級生の皆さんが立ち上がって、うん、
その探す会とか、うん、再会する会とかさ、うん、そういうのを作って活動してるとこもあるし、何、うん、かしらその当時のいなくなったことを同級生に聞いたりするケースも多いから、うん、こうやってねこの時もその調査に来てくれて、はい、まあ、そこで話をするという、うん、いやご家族にとったらすごいありがたいですよね、うんうん、なんかほらやっぱ親に見せてる姿とさ、うん、違うもん ね友達に見せてる姿ってあるだろうし、うん、まあ、そこでも何もそのいなくなるような話が出てないとかね、はい、まあ、そういうパターン多いんだけど、うん、でも少なくともその時の心境っていうのをさ、ね、逆に親より理解してるところあると思うんだよね。そうですよね。なんか悩み事相談、ね、相談し合ったりとかね、うんうんうん、今こう思ってるとかいう話もやっぱり友達だったらするでしょうしね。そうそうそう、だからそういう意味じゃすごくやっぱその同級生が立ち上がってくれるっていうのは、うん、まあ、大きな力になるよね、うん、そうですね。親はまあどちらかといえばさ、うん、もううちの子は絶対悪くないのにみたいなパターンが多いわけ、うんうんうん、ビーダーになっちゃってさみたいなね、うん、まあ、それも分かんなくないんだけどさ、うん、なんかしらそのもし自分からいなくなるとすれば、うん、そういう要素が見えたりするんじゃないかなと思うんだよね、うんうん、ところがなんか親に全部隠して、はい、何の痕跡もないっていう方が、うん、逆に親に黙ってなきゃいけない理由があってさ、そうですね、出ていくっていうパターンもあると思うしね、うん、まあ、いろいろなケースが本当考えられるんだけど、うんうんうん、まあ調査するのはさもう結構大変で、うん、もう事案がとにかく30年も40年も前だから、はい、記憶としてさ、うん、まあ、薄れてるし、そうですよね、聞くのも本当大変なんだけどさ、うん、まあ、たくさんのそうやって親以外の友達とか、うん、まあ、そういう人たちにも声を聞いて、はい、それでまあなんでいなくなったのかっていうのをまあ調べてるね、はい、まあ、そういう形で頑張ってるんだけどね、はい、うん、今日はね宮崎に行って、はい、話を聞いた水井さんの息子さん、はい、それから岩本美代子さんのおじさんと同級生の皆さんの呼びかけを聞いていただきました。はい、ゆみ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて今日もエンディングだ。はい、今日はさ、うんうん、あれからもうとどまるところを知らない。あ、ねえ、ねえ、コロナウイルスでしょ、ね、この間さ、うん、あの宮崎に出張行った時にね、はいはい、羽田登るじゃない、うん、飛ぶでしょ、うん、止まってたよ。うーん、コロンビア見えました。 何プリンセス号、ダイヤモンドプリンセス。あ、そうそうそう、あれ見えた見えた。あ、そうなんだ。大黒ふ頭の、ね、ところに。うん、でかいよねあれね、やっぱね。うん、だって3600人かな乗ってるんですよね。3600人か。うん、それで何、今のところでもう検査したのは200何人とかいっすよね、あの中の3000いくらのうち検査したのが200何人で、うん、なったのが100、もう165以上ですよ。あ、そう、うん、あ、じゃあもう検査したのも増えてんのかな。俺が知ってた時は270人ぐらいだったかな。うん、でもなんか全員検査するのは大変だとか言って、だってさ何日もかかるでしょ、だって検査つったって。でやった時に出なかったり、ね、潜伏期間が24日とかニュース言ってたよ。なんかもしかしたらもっと長いかもしれないって言ってましたよ。あ、まあ、あ、そう、うん、で長ければ長いほど毒性が強くなるんですって。じゃあ亡くなっちゃったりしてるケースっていうのは、うん、そういう人が多いのか、もっと前からかかってて、うん、でもあの船内ではもう1時間線2時間線3時間線を通り越して8時間線とか9時間線になってるっていう、うん、そのうち新幹線になりそうじゃないかビュン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 感染しても大変ですね。あ、そう、うん、下手に降ろせないし、うん、まあそりゃあんだけ閉鎖された空間でさ、うん、まあ、ね、ならないわけがないもんね。トイレとかあるにせよさ、だって、うん、お掃除もしてないんですよ1週間以上経っても。食い物運んだりさ、うん、でもそう、何、部屋にいなさいよっていう前に、うん、もうすでにみんなでワイワイやってるわけじゃん。そう、そう、そこでもうかかっちゃってる場合があるわけだから ね。それで潜伏期間がそれこそね、うん、十何日とか、うん、20日を超えてるようだったら、うん、今検査したって今は出ないけど、うん、またやったらまた出るかもしれないでしょ、うんうん、
でほら一番あれなのはさ、なんか持病を持ってる人に薬が届いてなくて、あ、そう言ってたね。それは本当にかわいそうだと思う。あ、映像で見たらさ、あのデッキにさ、そうそう、薬とかさ、水とかさ、ね、昨日だったこの間のニュースで、あのほら、宅急便かなんかは送れるようになったからそうですよね、なんかきっとアマゾンで買って届けてもらうとかできるのかな。いやーねきっとな、わかんないけど。だって、元気な人にとってみればこれほどの苦痛はないわけでさ、いや本当そうですよ。帰りたいって思う人もいるだろうけどね。ストレスでおかしくなっちゃったりさ、病気じゃなくてもね。そうだよね。うん、だってあの真ん中の部屋は窓がないんでしょ、うん、あれちょっと大変だよね。でも結構もう皆さんデッキに出たり、マスクして許可されたんだよね、マスクはとりあえずみんなには配布されたから、ちょこっとこう歩いたりはしてるみたいですけどね。でもそこでまたもらわないだろうかとか、結構こうね、テレビが見れるわけじゃないから。そうだよ、情報がないもんね。ネットだけだといろんな情報が飛び交って、電話もあるしな。そう、あるしな。難しいと思いますよ。あのなんかさ、あの武漢から最初に来た人たちが千葉に行ったじゃない。あれもうそろそろ解禁になるんでしょ。でもさ、それは最初の時はほら10日とかさ、2週間とか言ってたじゃない。もうちょっとなんかね、まだ回ってないけど、長くした方がいいよね。もうあの人たちもでも大変だな。大変だと思うよ、ね。なんかあの砂浜に頑張れとかさ、こう住民の人たちが書いてね、もう泣けたって言ってたよ。なんか中の人と電話インタビューかなんかで。そうだよね、かわいそうだ。なんか日本ってさ、確かにそれはもうこれはなんとか国に入る前に食い止めなきゃいけないっていうのもあるけど、まあ、なってしまった人たちに対してさ、頑張れとかさ、こう応援する人も絶対出てきて、それで勇気づけられて、まあ無茶をしないとかさ、もう俺帰ってやろうとか言う人だってさ、前からそうやってね頑張れっていうふうになればさ、なんかすごくあったかいかなって。そうですね、いい話があんまりないからさ、なんかそういうのが返ってすごい、あ、いい話だなって思って、なんかあの武漢になんか家庭でもう今使わないっていうか、余ってると言ったらいいのかな、まあ余ってはないでしょうけど、マスクを皆さんから少しずつ徴収して、それを段ボールに詰めて送ってるんですよ、まあ、ある期間でね、その時にその、段ボールに、頑張れ中国って書いてたりとかして、それを見て中国人の人たちがすごい、もう日本に追い返ししなきゃいけないってすごい言ってましたよ。これは日本人ならではというかさ、そうですね、震災ボランティアとかね、そういう時にもすごく現れるけど、まあでも国内がこんなにマスクがねっつってるのにな、そんなことやってる場合じゃねえじゃねえかって言ってる、そういう書き込みしてるのも見たりしたけど、そうだよね。なんかね、私昨日なんか郵便局行ったんですよ、そしたらね、郵便局でね、あれだった、なんかどっかに中国かな、なんかマスクを送りたいっていう人がいて、そしたら1週間船航空便乗せるの1週間かかりますよって言われてた。じゃあそんなにも送りたい人がいるんだ。まあ、それかもしかしたら、受け取る側の問題とかな、まあ、飛行機も当然そこから感染する可能性もあるからな、個人的にだと思うんですけどね。あ、そうなんだ、でしたよ。ちょっとねこれはしばらく続くと思うけど、この情報に関しては、我が番組もちょっと徹底的に情報収集をして、ね、そうですね、皆さんにお知らせしたいかなと思います。はい、はい、ということで、はい、それでは皆さん、また来週。鉄に弓姉の俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供で、札幌ラジオワンダーストレージ FM ドラマシティをキーステーションに、秋田コミュニティ放送鶴ヶ FM ハーバーステーション、米子ダラズ FM、 FM 出雲をレッドしてお送りしました。街の日々